財団法人静岡県埋蔵文化財調査研究所は日本の財団法人である。静岡県埋蔵文化財調査研究所は埋蔵文化財の調査や研究などを目的に静岡県の出身により設立された財団法人である。駿府博物館附属静岡埋蔵文化財調査研究所の業務を継承し、1984年5月に設立された。 事業内容として、埋蔵文化財の調査及び研究、埋蔵文化財保護思想の普及、公開及び啓発、情報の収集、整理及び広報、埋蔵文化財の研修などを掲げており、静岡県に所在する埋蔵文化財の調査、研究にあたってきた。本部は、静岡県清水市の旧静岡土木事務所清水支所に置かれていたが、その後、同じく、 清清水水市の旧清水保健所を経て静岡県静岡市の旧情報処理教育センターに置かれた。静岡市の本部に隣接する静岡県立大学、静岡県立美術館、静岡県立中央図書館とは協力関係の構築を図っており、2006年には地域貢献を推進する組織として、矢田サミットを設立し、2009年には、 文化の丘づくり事業推進に関する協定を締結した。さらに、静岡県立大学、静岡県立美術館、静岡県立中央図書館、静岡県舞台芸術センター、静岡県コンベンションアーツセンターと行動で文化を発信するプロジェクト、無声音静岡を展開していた。2011年3月、静岡県埋蔵文化財調査研究所は、 解散することとなった。静岡県埋蔵文化財調査研究所の業務は、静岡県の機関である、静岡県埋蔵文化財センターに継承された。2008年に調査した三宮浅間神社、遺跡静岡県埋蔵文化財調査研究所では、埋蔵文化財の調査や研究に取り組んでいた。静岡県の各地に点在する遺跡などでは、現地に赴いて、 発掘調査に取り組んでいた。収集された遺物などの資料整理は、本部だけでなく、東駿河安整理事務所、長泉地区事務所、沼津現地事務所、中原整理事務所、藤枝地区事務所、島田整理事務所、袋井整理事務所といった各地の拠点でも実施していた。静岡県埋蔵文化財調査研究所では、埋蔵文化財の保存に取り組んでいた。木製遺物なら、 変形させずに乾燥させ、金属製異物なら、クリーニングの上で、錆止めや合成樹脂で強化するなど、異物の保存処理を手がけていた。また、異構の土壌の表面部分を剥ぎ取り、それをよそに移動し立体的に、再転写することで保存するなど、異構自体の保存処理も手がけていた。静岡県埋蔵文化財調査研究所では、研究などの成果をまとめ観光していた。 まず、各年度の事業内容については、年報として年1回発行していた。さらに、広報誌としての位置づけで、いわゆるところ法にあたる、発掘物語、静岡を年4回発行していた。加えて、研究成果を発表する、研究企業を発行していた。また、遺跡の発掘地、法人の代表者は、理事長であり、 その下で10名の理事が法人を運営していた。また、複数名の評議員が置かれていた。法人が設置、運営する研究所の責任者は所長であり、その下に次長が置かれた。次長の下には、総務課と調査課の二課が置かれ、課の下には複数の係が置かれていた。1984年、また、初代所長には、 文化財保護委員会主任調査官や東京大学、教授などを歴任した、考古学者の斉藤氏が就任した。静岡県の出身により設立されたことから、歴代の理事長には、静岡県副知事、もしくは、静岡県教育委員会教育長が就任した。また、所長については斉藤が、長期にわたって継続的にその職を務めており、 第二大所長の清水明が就任した時には、法人設立から実に20年以上が経過していた。カッコ内は在籍当時の代表的な役職、配分以降はその他の代表的な役職を示す。ありがとうございます。